どうも、ルイです。前回でアンダーテールの物語、一番いいエンディングを迎えることができて、本当にね、いい終わり方を迎えることができたんですけれども、もう一度ね、また別の道筋をたどっていこうかなと思っております。フラウィーはなんというか、あんまりね、そういうことやってほしくないって引き止めてはいたんですけれど、本当のリセットっていうので、これまでの旅の記録を消してしまいましょうかね。落ちた人間に名前をつけてください。結局ここで名前をつけるのは、ね、主人公フリスクの名前ではなく、最初に落ちた人間の名前だったみたいなんですけど、もう一回旅するっていうことで、また同じ名前ですね。私ルイの名前をつけておこうかと思います。名前でよろしいよ。またここから始まるんですね。棒切れと包帯を身につけたレベル1の主人公、フリスク君なんですけれども、いきますか。フラウィー。とか、フラウィー。お花のフラウィーさ。やっぱり記憶が消されていますね。地底の世界に落ちてきたばっかりだね。二度目ですけどね。この世界のルールも知らないでしょう。本当に最初は親切なモンスターを装っているっていうのにな。はじめはすごく弱いけど、エルブイバターさん暴れるとどんどん強くなるみたいですね。ラブ、つまりレベルオブバイオレンスのことでしたね。ラブを分けてあげる。こんな風に白くてちっちゃな仲良しカプセルに入れてプレゼントするんだ。そういった意味では、バイオレンスやな。一周目は避けましたし、今度はちゃんと受け取ってやりましょう。バカだね。この世界では殺すか殺されるかだ。こんな絶好のチャンスを逃すわけないだろう。結局、こういう展開にはなっちゃう。逃れられない。ここでやっぱり、ママンが助けてくれるんですね。本当いつ見ても優しいよな。安心する。またこうやって、一緒に暮らせるように案内してくれてるわけですけどね。今回の旅では、そういった行為には甘えずに、進めていこうと思っております。遺跡の仕掛けについて、パズル本当結構多かったですからね。後々も出てきていましたけど、パズル、すでに何でしょう、1周目の旅でパズルの答えとか分かっていますからね。この辺はもうちゃっちゃと済ませながら行こうかと思います。ここともう一つここだね。よくできました。印つけてくれてるから分かりやすくっていいですよね。あなたは人間だからモンスターに襲われることもあるでしょう。どうすればいいか、ちゃんと戦わずに逃がしてあげることがね、できたわけですけど、バトル中はモンスターと仲良くおしゃべりをする。そうやって時間を稼いで私の助けを待って、姉貴に話しかけろって言われてるので、最初の旅ではマネキンと会話して、それでよくできましたってね、なったわけなんですけど、壊します。あらあら、マネキンはバトル用じゃないわ。おしゃべりの相手よ。怪我をさせたら大変でしょ。一周目は全然こうやって周りのモンスターとかを傷つけずに進めてきましたけど、今度の旅は出会うモンスターすべてを倒していきます。睨まれた。倒してしまってもよかったんだがな。パズルの答え、ここはやっぱりママが手を引いてくれる。本当優しいですよね。別になんというか、後で利用するみたいな、そういった考えもなく、
純粋に助けてくれようとしてるわけですから、とても上手にできた。でも次はすごく辛いお願いをしなければならないの。どうか悪く思わないでちょうだいね。わかりました。普通に歩いていくぐらいなんてことないですからね。ただただ右へ進むだけ。本当でもずっと無表情ですからね。リスク、ちょっとぐらいなんか笑ったり焦ったりしてくれてもいいと思うんだが。着いたぜ。よくできました。そらまあ歩くだけだしね。信じてくれてありがとう。一人でお留守番できるかテストしたのよ。大丈夫大丈夫。一人で歩き回ると危ない。むしろ一人の方が好都合な気もするんだけど。これで携帯ゲット。お利口さんに悪いな。2周目のフリスクはお利口さんじゃないんだ。やから早速出たからね。一人で行くと危ないですから、お利口さんに待っているのよ。嫌だね。まずはちょっとここいらを適当に歩き回りますか。またフロギーが出てきましたけど。スパッと。にゃー。カエルなのに。にゃーってなんで。勇ましさに足がすくんでしまった。倒してしまいました。モンスターを倒せば、経験値ですかね。EXP。まあ、正確には、エクセキューターポイントが入るわけですけど、今回の旅はしっかりそのエクセキューターポイントを集めていってレベルオブバイオレンスを上げていく、そういった冒険にしようかなと思っております。バイバイ。ちょっとずつこれで能力値っていうのも上がっていくんですかね。そうだ、ここでアメモを持っていきましょうかね。回復アイテムはやっぱり必要になるでしょうから。キャンディー、なんとお行儀の悪い。まだまだ3つ。最低なクズになった気分だ。もう1個。結局4個までしか取れないんですね。じゃない、フロギー、君は何匹目のフロギーかな。跳ねている。まだまだ。なかなかレベルオブバイオレンスっていうのが上がりませんけどね。一度解いてるパズルですから、そういったのはあまり深く考えずにどんどん進んでいきますか。シナモン、それかバタースコッチ。じゃあ今回はシナモン選んでみますか。一瞬にはねバタースコッチ選びましたけど、バタースコッチが嫌いってわけじゃないのよね。どちらかといえば、まあ、あえて選っただけですからね。しつこく聞いてごめんなさいね。いやいや。もらえるだけありがたいからね。しかし、食べ物のアレルギーはない？どうしてって？深い意味はないの？泣き虫。普通に何もしなくても逃がせましたけど。あえて倒して、とうとうレベルオブバイオレンスが上がってしまった。上がればまあ、やっぱり攻撃力とか防御力っていうのも上がるみたいですけどね。戦闘は確かに有利になるけど。ちょっと待った！オイラ押してどかそうだって、そばとんやがおろさねえ。いや、やっぱりこのやりとりはあると。はい。動いてください。もっと動けだ。スイッチの上に乗っててくれればいいんだよ。おい。2匹のフロギー、あ、ちょうどいい。経験値が稼げますね。どんどんモンスターを倒していけてるわけですけど。うん、君もああなりたいのか。じっとしてろだ。死にたくなければスイッチの上で。じっとしていてくれ。ネズミ。ネズミはさすがに倒せんよな。出てくるモンスターを片付けるしかない。ラブスタ君もここで寝たふりしてますけど、まだいるの？グーグーと言い続けて寝たふりをしている。無理やり
どいてもらうよ。恨みはないけど。ああ、うん。タプスタ君タプスタ君もいい子だからな。ちょっとずれてるところはあるけど、エクトプラズムの匂いがほのかに漂っている。どんな匂いなんだろうね。ああ、うん。ごめん、なんか全然やる気出ないや。こんだけな、一方的に傷つけられてると。それでもネタ振りしてられるっていうのがすごいけどな。まだまだ、涙を。はよ、起きてくれ。このまんまだと本当にやられるぞ、ナプスタ君。お化けは殺せないって知ってるよね。実体とかないから。なんか気まずくて自分でヒットポイント下げてたの。なんかごめん、余計気まずくなったね。もう君が買ったことにしてよ。位置失った経験値、まあ、EXP を失ったわけではないんだね。スパイダースイーツ即売会、まあ、せっかくなんでまた寄付しておきますか。ボーナスもらっときます。カエルさんがいる。ここのカエルさんはさすがに倒せないか。カエルのフレームはないらしいけど、カエルフレームっていうのもあればよかったのにね。お掃除をしてなかったから散らかっていてごめんなさいね。気に入ったのがあったら拾って持ってっていいのよ。本当に見つけた時のためにポケットに空きスペースを残しておきなさい。モンスター飴ぎっちり詰まってるからね。ちょっとは使った方がいいのかもしれない。これはリボン、まあ、せっかくなんで包帯よりはマシですからね。身につけておきますか。他の小部屋にはベジトイドが埋まってますので、このモンスターも倒しましょうね。地元で採れた上物ベジタブル、仲良くしようとしてくれれば回復する野菜も出してくれるんですけどね。ビタミン A たっぷり、じゃあいただきますか。エクセキューターポイントとして。他の小部屋には何かあったっけ。ルークスも荒川なければね、逃がしてくれるんですけど、今回はただただ倒していく。その目つき気に入らないな。殺戮者の目ですからね。そりゃ怖いだね。目に涙を浮かべている。もう泣かずに済むんだ。さらにレベルが上がってしまったか。どんどんこう暴力性が高まっていくね。こっちの野菜も始末しますか。ごちそうさまでした。先へ進むにはここだ。ここから落ちないといけないんだったね。よし、あーやれやれ。でここはスイッチの場所をまずは覚えないといけないのか。青と緑と赤、入り口から近い順にですね。注意書きが見えているなら青いスイッチを押すべし。あ、ここでしたね。まあ、こんな感じで視点が変わるだけなので、赤いスイッチを押すべし。じゃあ赤、その次が緑のスイッチを押すべし。2番目ですかね。これでこのまま上に進めばママの家に着くわけですけど、まずはちょっとおもちゃのナイフ拾っとこうか。武器らしい武器ですので。そうでした、棒切れとか包帯はどうしようかな。包帯は巻き直せばまだちょっといろいろだか、回復アイテムとして使
えますんでね、先へ進む前にもう少し前のフロアを歩いてモンスターを倒せるだけ倒しておきますか。出なくなってしまいましたね。ずっとこの辺歩き続けてモンスターを倒したので、倒せるモンスターがもういなくなってしまったようで、こうなるとかなり不気味な雰囲気にもなってますけどね。じゃあ行くか。予定より随分時間かかってしまったわ。こちらもね、来ちゃった。一人でここまで来たの？怪我はない？怪我はまあ大丈夫。これからトリエルもね、倒さなきゃいけないって考えるとちょっと胸が痛くなりますけど、決意を。サプライズ、バタースコッチシナモンパイを何が起こるかも知らずに焼いてくれたと。入って入って、見せたいものがある。ひとまずパイはもらっておきたいかな。ああ、本当こういうことされるとな、決意が揺らいでしまいかねんが、決めたら行かなくちゃね。もらっていきましょう。ドリエルさん、新しい家族ができてとても嬉しいよ、まだ信じてくれているみたいだけどね。学校の先生になるのが夢だったんだよね。ご用かしら。いつ家に帰れる？何を言ってるの？今日からここがあなたのお家よ。今読んでるこの本のお話をしましょうか。カタツムリの本。遺跡から出たい。カタツムリの豆知識を教えてあげましょうか。うん。靴紐の素材には向いてないのよ。だろうね。遺跡から出たい。私はちょっと用事があるからここで待っていなさい。そういうわけにもいかないんだ。遺跡から出てやるべきことがありますからね。お家に帰る方法を知りたいのね。遺跡の出口がある。一周目の冒険でね、ドリエルが何を考えていたのかっていうのも今となってはわかりますけど、ここを出て行って、そして死んでしまう。まあ、フリスクより前に落ちてきた人間は魂を奪われたわけですからね。どうしても出ていく。あなたも他の人間たちと同じなのね。なら残る手段は一つしかない。私を納得させてごらんなさい。あなたの強さを証明するのよ。強さ。これはあなたを守るためとは言っているけどね。強さを証明するんだったら、話したり見逃したりするんじゃなく、本当にやってしまうしかないですね。ものすごいダメージが。あなた、私をそんなに憎んでいるの？私はあなたを守りたくて
あなたを閉じ込めようとした。でも大きな間違いだったわ。それで守られていたのは外にいるみんなの方だった。遺跡から出れば他のモンスターも殺されてしまうと。モンスターを倒すという道をね、進む以上はトリエルも手にかけなきゃいけないっていうのは辛いかもしれんけどね。上げられるだけレベルオブバイオレンスを上げていった先に何があるのか。君ってさ、本当は人間じゃないんだろ。君は空っぽだ。僕と一緒さ。それに君ってルイなんだろ。フリスクじゃなく。どれだけ時が流れててもやっぱり離れられない運命なんだね。聞いてよ、最強になれる方法を思いついたんだ。君と奪われた君の魂よりももっと強くなれるよ。このクズみたいな世界を二人で全部ぶち壊そう。生き物も物もこのくだらない記憶に残るものは全部塵に変えてしまおう。日本語喋れるんじゃん。なんて素敵なアイディア。